なんて言ったっけ、なんて言った、ボルダリング、いや、え、なんか昨日からずっと間違ってる、まさか私違う、あ、ロッククライミング、違う違う違う、ボルダリングや、え、なんで間違えるっちゃろ、こんなにもう今日もアンポンタンなおのれです。やばい、乳液がもうあんまりないじゃん、もうずっと間違えてるな、何で間違えるっちゃろ、待って、何が違うんやっけ、調べてみるね。今日寒い、あー、でも似てるじゃん、似てた、思ったよりあ、待って、似てる、何が違うんだこれ、岩を登るのがロッククライミングなんや、あ、岩を登るのがロッククライミングって言うんだな、やることは同じそっか、クライミングだもんね。今日は朝からついにプレゼントが届きました、嬉しい、なるほど、そういうことか、偽物、偽物だ、いつも偽物の、偽物しか登れんわ、よし、バラナが最近ね、めっちゃ綺麗、みかんを食べすぎてね、最近ねめっちゃ肌が綺麗とよ、人工か天然かの違いにあるほど、よし、何番塗ろうかな、みんなお仕事してる？ちゃんと、ちゃんとお前に言われたくねえよって、ちょっと聞こえてきそうやけど、みんなちゃんとお仕事してる？お仕事休みも、みんな、みんなお仕事ちゃんとしてるっていうのやばすぎやろ、水木が お仕事中か、頑張ってね、頑張って頑張って、私のまず日焼け止めを塗ろうかなと思うんだけど、とも、あ、これ使ってみようかな、いやでもったいないから今日は、でも今日大輔さん午前中までなんでしょ、違ったっけ、もう、え、午前中ってあと1時間ってことですか、まさかあと1時間で冬休みに入るの、いいな、回復失礼しますって、こんにちは、尾上瑞希です、あれ、ファンピついてるよ、ファンピついてお瑞希美味しいだろう、絶対社畜モードな、私最近社畜っていう名前ね、あ、名前とか言葉知った、社畜ってなんだろうなってずっと思ってた頑張って、あ、そう、5連休終わったの、ごもうヨリントさんは、もうすぐ冬休みだね、やったやった、もうあと1時間とか、もう今年一番頑張れる1時間や冬休み前だって、冬休みが一番長くない、1年でみんな知らん、分からんけど、ゴールデンウィークとかよりも長いちらいと、美味しいものですか、美味しいものいっぱい食べれるんだよ、お正月やけ、トトくんさんこんばんは、あ、こんにちはか、りんちゃんも、あ、おはようございますか、りんちゃんおはよう、冬休み3日しかないの、短かね、そういうわ、
短さ。どこでですか？31、12とかそういうこと？ゴールデンウィークの方が長いんだ。なんかさ、今年のゴールデンウィークそんな長くなかったイメージある。気のせいか。気のせいでしょ。ぴったし。それうわ、さすがやん私。今日焼け止め塗ってる。ペタペタ。なんかね、珍しく一つだけニキビが。最近めっちゃ肌綺麗だったんだけど一つだけできてて、まあそんな目立たないから気にしてないんですけど、昨日薬塗ってねだけ治ってる。ちょびっとだけ。みんなお仕事中か。頑張れ頑張れ。私はメイクしてお掃除して、でもお掃除って言うほどなんかさ、もう掃除する場所ないんだけど、こないだお掃除したからって言いつつ、なんかコスメとか毎日散らかるのでコスメのお片付けをして、でなんかね、何、排水口とか水回りはね結構やってるからもういいかなと思ってる。ピカピカないのよ最近、毎日のように。毎日は嘘ですけどね。簡単も働く。マジ簡単、簡単も働くのか。でもね、そう思ったさ最近。サイバーです、よろしくね。よろしくお願いします。小野部瑞希です、よろしくお願いします。ゆる人々さんもおはようございます。なおさんもおはようございます。来てくれてありがとうございます。こんな朝配信、朝じゃないけど11時。そう、綺麗に箱に収納せんといけん。収納してもね、なんか毎日ポロロンって外に飛び出してくるんよ。なおさんといけん。急いでる時とかにそのままにしていっちゃうから良くないんだよね。みんなそうなるんかな、女の子のコスメって。でもさ、思ったさ、なんかクリスマスとかさ元旦とかもさ、インスタフォローしていいですかってお願いします。もうインスタ最近毎日投稿頑張ってるんですよ。だからぜひお願いします。嬉しい。インスタグラム待ってます。元旦とかクリスマスとかもさ、うちらが楽しむために働いてお仕事してくれてる方がいるんだって思って。クリスマスマーケットとか見てたら、夜勤明けか、お疲れ様。もうお仕事はもうおしまい。まだまだ年末年始のお休みまでまだですか。でもまだか、28って。投稿頑張ってるだけチャイニーズちゃんだ。嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しいな。めっちゃ嬉しいけん今日一日頑張れる。ありがとうおにぎりさん。嬉しい、なんかね嬉しいな。嬉しい嬉しい、そりゃ嬉しいな。いやそう言われると嬉しいけどさ、続くかな。ファンピになった？嘘、ありがとうございます。あ、ほんとや、なおさんファンピになりました。ありがとうございます。ファンピ増えた、嬉しい。やっぱり続けることが大事ですからね。みずきは三日坊主の天才って呼ばれるぐらいすぐ三日坊主になっちゃう。今4日ぐらい続いとったかな。なんか毎日投稿はね多分無理なんですよ実を言うと。毎日会いに来ますねって、毎日来てください。
どの時間に配信するかバラバラなんですけどぜひ毎日聞いてください。会社は静かですっていいやん、静かな方が。でも静かやったらな、気まずい、シーンってなるけど。毎日投稿ってなんか多分ね、いつかね、いつか無理になるけんか、インスタ毎日動かすっていう目標にしてる。何インスタストーリーとかもあるやんか。ストーリーでも いけん、インスタ毎日更新するっていうのは目標にしてる。LINE ライブ嬉しい、ありがとうございます。 LINE ライブも頑張って、いろんなとこも頑張らないと、頑張らないとよ。よし、次にファンデーションを塗ります。ファンデは毎回言いよるけん、もう覚えたやろみんな。ファンデはランコムです。ランコム。じゃあこれを肌に塗り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 。ダイエットせんとみんなさ、年末年始太るよ絶対。ちゃんと気にしとかんとみんな太るばい。みんなでも太ってもいいとかな。みんなさ、体重ってさあ、治ってます？長崎県出身です毎回縄ってますっていうのさ、こんな縄っとって言うんかいとか思われそうなんですけど、マジで自分で縄ってると思わないんですよ自分で縄ってるっていう自覚ゼロゼロやし、なんなら標準語話してるつもりだったんだよねそうだけんか、びっくりするね。あ、治ってたんやって感じ。治ってますかね。長崎県出身です。治ってるか。でも標準語、あ、敬語使うと治ってないかもしれないですけど、あ、治ってるかスーさんおはようございます。そう、今日今ラジオメイクしてる。太りたい？もう羨ましかばいそうが、私も太りたいって言ってみたい。今のはゴリゴリなまってたなまってたってか方言か、言い方、言い方、そう、なんて言ったっけ長崎っていうか九州の方言は可愛いですよね。確かに可愛いなって、なんか私じゃない人見て思ったことはあります。それ自分見て思わんけどさ。三重県なんで標準、あ、そうなんだ、三重県は標準語なんですね。三重県か、行ったことないな三重県は。行ってみたい。ん、三重県だと東京からだと飛行機ですか。ん、違うか、新幹線か。電車で行けるのかな。行けそうだな三重県って。あ、やばい、なんかついてる。鼻になんかついてる。髪の毛あった。新幹線か。あ、スーさん、たこ焼きありがとうございます。何それ？たこ焼きとかあるん？たこ焼き？初めてもらったかもしれん、たこ焼き。なんだこりゃ。関西専用だって。関西？関西じゃないけど、ありがとうございます。新幹線か。新幹線自体ね、あんまり乗ったことがないんです人生で。新幹線に乗ってみたい。インスタには投稿よりストーリー見る人が多いってこと。え、マジそうなの。それは知らなかった。じゃあストーリー投稿しなきゃね。投稿しなきゃ。なんかね、まあ最近インスタ頑張ってるんだけど、インスちょっとマジで、あそうですかみたいな話なんですけど、私 SNS がそんなに得意じゃなくて
電車旅のんびりできていい。いいね、電車旅とかやってみたい。いつも飛行機なんですよね、九州ばっかり行くから。電車旅いいですね。新幹線とかなんか電弁やったっけ、電車弁当、電弁何やったっけ、あ、駅弁駅弁か駅弁みたいなの食べながら行ってみたいな。なんか外見ながら楽しそう。まあ、何の話やったっけ。あ、そうで SNS が苦手なのよ。苦手っていうかね、何なんだろうね、苦手っていう言い訳なんかな、自分ではもうよく分かんないんですけど。そう、苦手なんですけど、まあそんなこと言ったってもう致命的じゃない、活動しててSNS ちょっと苦手なんですって言ったって、あ、そう、じゃあ仕方ないねっては絶対ならんやだからね、頑張らんといけないよっていうのを言い聞かせてます。最近甘いんじゃねえよ水木って言ってるんだ。そう、伊勢エビ、あ、赤服好き、赤服好きだよ、アスカ服好きばい、美味しいよねめっちゃ。あ、マジ赤服食べたいな。鈴鹿サーミット、へえ、美味しそう。飛行機だよね、あんま食べんさね、基本寝とっけんか、夜うけん寝るしさ。エニアさんおはようございます。ワタさんもこんにちは、コメントありがとうございます。尾上瑞希です。今メイクしてるんですよ。またね、あのメイク終わったら顔出して配信もあと1時間後ぐらいにするから、ぜひフォローして待っててくれたら嬉しいです。ニートなのがバレるな嘘やん、ニートやったん、一緒やん一緒やんまあメイクしてるんだけど、まあなんか時間に追われてない日のメイクって何時間でもできちゃうんですよ。マイペースすぎやろずっとメイクできちゃう、もう時間に追われてなかったら2時間ぐらいかかっちゃう。ポルポルさん、ハートありがとうございます。ニットの社畜です。むず、どういうこと、むず、ニートの社畜むずすぎ。駅弁食べてみたい。駅弁って高いよね、でもちょびっとだけ。昔ね、あのお仕事で あそこに行く機会があったのよ。どこだっけ、ゴルフ場なんですけど、でマネージャーさんに駅弁みたいな食べよう、食べなって言われて買ったんだよね。そしたらなんか弁当なのになんか2、3000円した気がする。茨城だった、栃木だったっけ、忘れちゃった。とりあえず高かったの、駅弁がそんなするんだって。自宅警備員、え、自宅警備員って何、自宅場警備スト、自宅場警備スト、私も自宅警備員だよ。自分で自分の警備をするっちゃ、そういうことじゃない。高級なの食べたんかな、なんかね、ひつまぶしみたいなやつやったの。いろいろおごってあげるよ優しい、優しいですね。三重に行ったらじゃあなおさんがおもてなししてくれるんやね。ちょっと量少ない、あ、そうなんだ、そうやったかな、もう覚えてないっちゃけど、その時はそんな気もするわでも高級だったかもしれないニートに引きこもりが自宅警備え、そんな言うん、そういう名前なん、じゃあ私自宅警備員じゃんじゃん松阪牛、そうなんや、すご、三重県ね、三重県、三重県
三重県ってあんまし私詳しくないな、そう言われると全然わからん。何が食べ物は、まあ、さっき言ってくれたやつやろ。なんかあるっけ、おなんかあれある、建物、有名な建物とかあります？建物とかはあんまないかな。なんかあのあんまり分からんな。いや、あ、伊勢神宮、伊勢神宮って三重県にあると。そうなんだ、知らなかったな。楽しいね、なんか知らないこと知るっての楽しい、めっちゃメイクしながら賢くなっていきよる水木。そうなんだ、すごい。神社、神宮って神社のこと？違う？え、違う？伊勢神宮って神社でしょ？ちゃうの？そうなんだ、総理、総理も？すごい、総理さん神社だよね。あ、神社大好き。え、神社大好き、行きたいな。神社大好きだよ、なんかね、神社は好きさ、ちっちゃい時から。田舎出身なんですけど、周りに神社ばっかりあって、なんか好きです。藤田さん、おはようございます。ハートありがとうございます。小野田瑞希です。かまちゃんもおはー、ザクネスさんもおはー。よし、天正大臣知ってる？あー、だ、誰、誰？天正大臣？知らんかった天正大臣か、難しいなそれは。おはようございます。おはようじゃない、もう11時やもんね。お仕事してるの？藤田さんはお仕事してるんですか？お休みも今日から、今日からお休みって人少ないのかな、明日からお休みって人が多いのかな、それとももうちょっと先なのか、ちょっと分かんないな。ジャクネスさんもおはようございます。アマテラスオオミカミ、はい？嘘ばっかし、天正大臣やろ。アマラステカスオオカブトみたいな、何これ、アテ、アタマラ、アマテラスオオカミカミ、そんなことある？天正大臣じゃないの？なんそれ、嘘ばっかしやん、絶対絶対嘘や、絶対嘘や、天正大臣でしょ、本当に言ってる？長崎弁でおはようっていう言い方、長崎弁でおはよう、なまっとるだけかもしれんけど、いやいやいや、おはようは一緒やわおはようございます、おはようございます、おはよう、おはよう、おはようです、おはよう、そんなこと言わん、おはようですおはようだよ、そんな長崎弁でも何でもかんでも長崎弁がね、なまっとるってわけじゃないっちゃけんね。どこぞの大臣か、大臣かと思うじゃん。え、アマテラスオオ、あ、おオミカミ、オオミカミ、オミカミか、オオカミカミかと思った。オミカミ、知らん知らんえ、そうなの、ごめんなさい、え、わかんなかった、ごめんなさい、あの勉強します。アリーさん拍手するブラウン、ありがとうございます。え、ドキドキして DM の画像、神社で必勝で、え、神社で必勝、必勝祈願、祈願やったっけ、え、そうなんですか、神社ってお参りするとこよね、お願い事していいんだっけ、いいのか、あ、だ、神社好きになったわ、神社ファンだ、私も神社にいっぱい通い詰めよう、でいっぱいお願い事しよう
お休みなんや。カミカミはあなた、そうだった。カミカミは私です。金融系は30日まで。金融系って銀行とか。イザナギのミコト、イザナミのミコト、一緒やん。一緒の名前やんか、これ。イザナミのミコト、イザナギ、あ、イザナギか。イザナギのミコトから続く天正大臣。そうなんだ。もう難しか。神社。ねえ、眉毛綺麗に描けた。眉をみ。めちゃくちゃ眉毛が綺麗に描けた記念日ってことで今日は。ああ、上手だね。すごく上手、おみちゃん。こんな朝から自分をさ、褒める人いないよね。やっぱでも自分は自分で褒めないと誰も褒めてくれないから。イザナギかイザナミ、アマテラスだって。アマテラス、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 アマテラス大臣、アマテラス、オミカミ、オオカメカミ、オミカミ、アマテラスっていうの。あ、そういうことね。アマ、あ、アマ草のアマか。アマ、え、なんでテラス、かっこよ。アマテラスってなんかテラスじゃん。ん、アマテラス、なんでそんな詳しかった、スーさん。何者、まさかアマテラスさんファン。何なの、なんでそんな詳しいの。エレメントさん、おはよう。割と一般常識。あ、やべ、地雷踏んだ。やべ、全然知らんわそりゃ。あ、そうなんだ。太陽の化身、化身、天を照らす、アマテラス、天を照らすでアマテラスってかっこよかね。私もアマテラスにしよう、今度。なんかユーザーネーム、なんかたまにあるやん、ゲームとかでさ、ユーザーネーム作らんといけんとき、今度アマテラスにしようかな。カタカナアマテラス、アマテラスってかっこいい。あ、でもバレるかな。何バレるって。そうなの。徳川家康みたいな感じか、アマテラスって。アマテラスさんって徳川家康みたいな感じなの。美しい月で水木と、いや私のいい名前でしょ。結構つくよみ、つくよみ、つくよみって何。はい、次アイシャドウいきます。アイシャドウはピンクって言いたいとこやけど、今日何しようかな。まあ一旦ピンク塗ろう。なんか最近さ、ピンクピンクしすぎとっかなと思って。ピンクピンクしてていいやんね。映画陰陽師とか見たら今言ってくる。あ、そうなの、ありがとう。陰陽師ネットフリックスとかで見れるかな。陰陽師、陰陽師の編、陰陽師の編、モンスターストライクやれば覚える。すごい、やっぱそういうのあるんや。モンスターストライクってなんか CM で見たことある。モンスターストライク、モンストラ、モンスターストライク、本能寺、本能寺の変化。はっはっはって。みんなさ、朝ごはん食べたの。もう昼ごはんか。もう昼ごはん食べた、食べてない、まだ。あ、いい感じ。陰陽師映画1話、2話、映画1とか2とかあるんや。結構じゃあ人気のやつなのかな。2話とかまであるってこと。食べてない、
食べようぜ食べようぜ、みーちゃんも食べたい。何食べようかな、何食べようかな。もうね、家の中で野菜ばっかりし、たまもストックがありすぎて野菜しそう消費しなきゃ、長崎帰れない。適当にちゃちゃっと作って食べようかな。スープに詰め込んでコンソメの素入れたらそれでもう美味しいスープの出来上がり。ふかきょんさんですか？うん、かわいい。ふかきょんさん、あ、おいたんさん、はじめまして。尾上みずきです、よろしくお願いします。パラ86さんもおはようございます。あ、あって何？おいたんさんおはよう。尾上みずきって言いますけど、突然自己紹介あ、おはよう。おいたんさん、今日はお仕事ですか？あ、みゆきちおじいさんも、おじいちゃんだ、おじいちゃんもおはようございます。こんにちは。今ね、メイクしてるんですよ。メイク、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 メイクしてるな。今日はやることいっぱい。大掃除とか大掃除とか大掃除とか。でも大掃除結局そんなするとこなくなったとやった、ないとやった。お洋服の整理とかしようかな。お洋服が多いんですよね最近。でも多いって思わないんだ自分では。兄弟がいるんだけど、私兄弟、お兄が遊びに来た時に、みーちゃん服の大カバーって言われて気づいたんだ。あ、服多いんだ私って、って言われないとわからん。明日で大掃除終わる予定って。終わらせよう、年末までに。ピカピカで新年迎えるの最高やもんね。大掃除ばっかだよ、もう大掃除しかせんよ今日は。気分転換に、あい、あれ、アイシャドウじゃない、気分転換にアイシャドウ変えようかな。気分転換にアイシャドウを変えてみようかしら。チョコが目の前にある、美味しそう。一旦チョコ食べて補給しよう、糖分を、糖分補給します。チョコでいいこと、リベラっていうチョコを食べますよ。いただきます。お正月は実家に戻ります。おいしい、どこかかたん、うんふん、うんふん。はじめましての皆さん、はじめまして、尾上みずきです。今フォロワー2000人目指して頑張ってるので、フォローよろしくお願いします。インスタ、TikTok もやってます、見に来てね。うん、お正月は長崎で、お正月は長崎に決まってるたい。長崎よ、もちろん帰らんわけがない。寂しいもん、一人でお正月カウントダウンするの。ツイッターフォローしてくれたん、ありがとうございます。昨日ツイッター更新した、投稿した、見てくれた？よーく見たらオスグッドが見えるっすよね。あれ、みんなオスグッドに注目してみてください。よーく見たらね。あ、クラッカーありがとうございます。誰誰クラッカー誰ーな。今は東京にいる。東京チョコが美味しい。うん、
はじめまして、こんにちは、尾上瑞希です、よろしくお願いします。ツイートしてた、二度して、こんなするよツイートぐらい。確かにディズニーは近かね、3、40分で行くんじゃないかな、着くんじゃないかな、そんな近くない、これも千葉やけんね、意外と遠いか。スーさんありがとうございます、コメント。え、ゆいえさんの真似。いや、ゆいえさんが可愛いっていうか、そう見えるだけやろ、ゆいえさんが可愛すぎるって真似したら誰でも可愛くなる。ロケットスニーカーさん、おはようございます、ハートありがとうございます。やばい、一回チョコ食べ始めた、止まらんくなった、うん、どうしよう、うん、ずっとチョコ食べよる。あ、今たくさんフォローありがとうございます、フォローありがとうございます、嬉しい。尾上瑞希って言います、配信見に来てください。声とこの鉛を覚えててくれたら顔見た時に一致するかも。あ、この人かって、鉛取った人やんってなるかもしれん。鉛続きを、よし、虫歯に気をつけて、ほんとよ、甘いもの食べすぎてほんとに虫歯なりそう。明日ぐらいに松葉行きたいんだよね、松葉、まあ厚毛パーマの松葉。シワがつぶってる、焦がれしまって、あーマジか、このチョコからがスタートやったんか、怖いよ、シワがつぶとり怖いよ。ポジティブよ、なまってそうな顔なのか、え、なまってそうな顔じゃない、田舎っぺの顔だよね、私ってすごく田舎っぺ顔じゃない、なまってなかった、ほんと初めて配信した時の、あ、え、ほんとラジオなのに、ラジオの時めっちゃなまっちゃうんだよね。あ、まあまあ、いつもなまちるか、なまちる、なまてるか、何回目のダイエット時、何度目の、そうね、何度目ですか、お、いやいや言ってないわ、ダイエット中、中止、中止宣言してない、してない、してない、毎日全身全力全身ダイエット中よ。ユミさん、いっぱいハートありがとうございました、こんにちは。七日さん、はじめまして、尾上瑞希です、よろしくお願いします。そうなんだ、普通な日もあるんですね、私がなまってないっていう日もあるんだ、最高。それは使い分けできるようになったんかな、もうついに。あ、なのかさん、こんにちは。キャン、キャン、キャンキャム？キャンキャン。いい意味でね。そう。田舎者の顔か知らんがアホだな。いや、アホ関係な。あ、そう、活動してました。アイドル活動やってたよ。昨日ダイエット休止宣言してなかったっけ？え、したっけ？したっけ？昨日？ダイエットします、したっけ、中止宣言なんて1年で1回もしちゃダメだよ、みずき気が緩んでるんじゃない、1年中年がら年中マジでダイエットしてます、ダイエットに、ダイエット、ダイエットについてぜひ、うん、聞いてください、何かあったら。そんなダイエットについて教えれるほど健康的なダイエットはやってなかった、すいませんでした。ゆきりん、ゆきりんさん現役ですよ、今まだ現役だよ、ゆきりんさんはすごい、本当にこの時期お前ほんと太っちゃうんですよ。おすすめのダイエットは野菜スープです。
拝見気づいたんですよ。野菜スープが一番痩せる。まあ、お鍋とかもみんな言うじゃないですか。けどね、一人鍋より多分野菜スープの方が完全に痩せる。一日で野菜スープで一食野菜スープ、朝昼晩野菜スープにしたら絶対1キロぐらい痩せる。ほんとよ、やってみてください。ぜひチチチチチチチグハグでしょチグハグ、チグハグでも新曲出したもんね最近。確か野菜スープだけで満足できないから結局は。そうなのよ、ダイエットってね、自分との戦いなんですよ。すごいです。すごくないんですよ、過去の話です。こんな久美さんもダイエット夜20時以降何も食べない。あ、そうなんだ。あ、でもそれで言ったらもうなんか染みついてるかもしれない。20時以降はもうね食べなくなった。私基本的に20時以降はね何も食べないですね。もう20時以降はね食べない、食べなくなった。一日も一食何も食べんで、外から帰ってきてお仕事とか行って帰ってきて23時とかでやったら食べるかもしれん。けど一日何も食べず家におって8時過ぎたらもう食べんかも。意外とね徹底してるかもしれないな。もう身についてんのかな。うん、スタイルいいんですねって、ありがとうございます。何番見てくれた、インスタツイッター。嬉しい、スタイル良いって言われるのすごく嬉しいな。あとはね、あとは筋トレしてますね。筋トレ、筋トレは毎日結構やっ、がっつりやるときはもう超がっつりやってますね。なんかさ、結構なんか撮影とかって突然入ったりするんですよ。そう、なんかあの水着の、水着こないだとかそうだったけど、水着の撮影とかもほんと3日前とかだったし、決まったのが。あとなんだっけ、ステディの、雑誌のステディのね、あのあれスポーツウェアっていうとかな、あったじゃん。あれもね結構急だったのよ。1週間ぐらい前だったかなぐらいに決まるからさ、やっぱちゃんと定期的に、急にじゃなくてちゃんとやってか、やっとかないとなってと思いますけど、と言いつつもやっぱり目標がないとそんな頑張れないっていうのがある。まあだからいいんですよ、今ぐらいで。20時以降は何も食べないぐらいのゆるゆる、一応意識さえあればいいかなと思ってる。水着反応しないの。反応しないで。ないよ今んとこない。野菜スープやってみます。ぜひコンソメ入れたら、あのコンソメの素あるじゃないですか、あれを野菜を適当に入れた後にぶち込めばめっちゃ美味しい。あと塩コショウもちょっと入れるかな。塩コショウとか塩とかで味調整して美味しいじゃん、まあ、ポトフみたいな感じになるんだけどね、ウインナーとか入れちゃうと。野菜スープ美味しいです。じゃがいもは入れないっていうのがおすすめ。じゃがいも入れたらね太っちゃうんだよね。好きなんです、じゃがいもがすごく。そうよ、美味しくないと続けられないんですよ、本当に。そうですよね、写真、水着の撮影昔の話よ、ちょっと前の話。お仕事終わった、お疲れ、お疲れ様。冬休み。あ、サッタンさんこんにちは。あ、ナノカさんもハートありがとうございます、嬉しい。
ハートありがとうございます。嬉しいな。なんかさ、オートミールお茶漬けとかもすごく食べてる。あ、オートミールお茶漬けおすすめですよ。なんかさ、めちゃめちゃね、おす、もうね、もう超痩せたい時、1週間で3キロ痩せたい時とかだと、オートミールお茶漬けが本当におすすめ。なんかまあ美味しいですよ。野菜スープほどなんか満足感はないかもしれないけど。あ、フォローさせてありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ぜひ皆さん2000人目指しとるけん、食べてみてくださいねフォローしてみてくださいフォローしてみてください。ぜひフォローお願いします。お茶漬けにしたら、あ、そう、お茶漬けの素を入れてお湯を入れるだけなんですけど、結構ね、腹持ちがいいんだよね、オートミールって。そうで、もうめっちゃ食べんけんか、そういう1週間に3キロ痩せたいっていう時は多分意識めっちゃ高い時だろうから、あんま食べないじゃん。そうで、めっちゃ空いた時に食べるオートミールお茶漬けはめちゃくちゃ美味しい。なんか食べたいってで食べるもんじゃないんだけど、もうわおそう、なんか食べ、めっちゃダイエット中に食べるのはめっちゃに、めちゃくちゃ美味しい。食べてください。オートミールお寿司なんて食べたことない。それは嫌や。お寿司はお寿司で食べさせて。そう、飽きるんだよね、オートミール。でもね、超ダイエット中だとね、もうこれしか食べれないっていう気分になって、もう最高やってなるの。今日一食目がこれだと思うと、あー、オートミールお茶漬けうんまみたいな、世界一美味しいやんっていう感じで食べますね。みずきちゃんはいただかないで、みずきちゃんは年明けたらぜひ、年明けて多分ちょっと太っちゃうやん、年末とかで、それの調整とかでぜひやってみてください。今ね、アイライン引き寄るけんね、ちょっと待ってね。ちょっと明日ぐらいにマツパ行きたいんだよね。マツパ行きた、下手くそすぎる今日のまつげの上げ方。今日はまあ配信で顔ちょっと見せるぐらいって、他もないから、まあいいか、まつげ下手でも。あれもう1時間ぐらい配信してるのか。お仕事、こまちゃんおはようございます。お仕事頑張ってください、頑張ってください。教えてくれてありがとうございます。いえいえ、聞いてくれてありがとうございました。一緒に頑張りましょう、ダイエット。ダイエット一緒に頑張れる人がいたら本当に心強くていいよね。一人だとね、なんかね、心細いもんね。心細いっていうか、なんかあの、諦めちゃう。一緒に頑張れる人がいるの最高。ん？FC が続々と来たよ。無音かい。ラジオで無音って何番見よるさ、ほんと何も喋ってない。喋ってるね、めっちゃ。無音なんかーい。また来ますねって、ぜひ待ってます。次はラジオじゃない顔出し配信で、ぜひ。スクショは撮らないでよ。ないでしょう、なんか。僕の皆さんもありがとうございました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。あーさん、こんにちは。あーさん、こんにちは。まつげがバサバサ、パリジェンヌみたいにピーンってなってる。回復ありがとうございました。回復してたん、サッタンさん。回復して誰に投げに行くん、私以外のめっちゃ詰める。いいけど、回復して、あ、私に回復して投げてくれるん。じゃあ私もチョコで回復します。回復失礼します。あー、おいしい。
ラジオの時のツイート早いんだ写真選ぶ時間ないけんか。パリジェンヌってあるさ、まつげの中で。よしの誰かいない配信しないでしょ、FC するの？長崎サポーター？そう、サッカーね、ビファーレンのことでしょ、多分。すごい？そうね、写真選ばんでいいもんね。おまちゃんのツイッターの写真、ほんと可愛いの。可愛い写真載せてくれるけん、ほんと嬉しい。勝手に保存してるもん。おまちゃんのツイッター見て。チョコレート美味しい。みんな今お昼ど、お昼ご飯？夜もしますよ。もちろん。ねんめいさん！こんにちは。尾上瑞希です。忍者？忍者やん。めっちゃ忍者好きです、私。夢の中でよく忍者になってる。忍者好きやん、私も。忍者のさ、大野くんのあの映画見に行ってから忍者好きになった。あ、また大野くんファンとか言われるそんな私、大野くんファンっていうほど大野くんのなんかドラマとか見てないけどな。あ、そういう問題じゃない。嵐の中で誰がいいかっていう話でそうなったんか。そっか、ほらっと。忍びの国だっけ、石原さとみさんがめちゃくちゃ可愛かったな。あれでめっちゃ忍者いいなと思った。なんか侍より忍者の方が。あのくん違うんだって本当に。佐藤亭黒弟子さん、こんにちは。佐藤亭黒弟子さん、え、合ってる読み方。佐藤亭黒弟子さん、ってだってさ、嵐ってマジで何、どのテレビにも出てるからさ、絶対見るでしょ。だってカナダン好きやし、私カナダン好きやし、マイガール、相葉ちゃんのマイガールだっけっていうドラマも好きやけど、もう全員ファンになっちゃう。そうなると。でもまあ嵐嫌いな人いないですよね。ゆきくん、はじめまして、こんにちは。尾上瑞希です、よろしくお願いします。尾上瑞希って言います。もう配信終わっちゃう、6人あと6分で。ストークって何？ツイッター見てるよ、みんなの。みんなのツイッター覗いてます、ごめんなさい。ストークしてるかな。あ、ストーカーってこと？そうだよ、みずきストーカーだよ。みんなのツイッター見てるかも。メンションが飛んできたりとか、たまにエゴさしたりとかで、なんかね、見つけちゃうの。あら、私の話はしよるって思ってから見ますね。絶対見ないでください。なんでよ、なんでよなんでよ、そんな絶対。FC のストーカーか、怖い怖いやろ、ネットストーカー。ネットストーカー、もうね。
イクこんな感じでいいかな。ちょっとなんかもう飽きてきちゃったメイクするのに。忍者三重県忍者の里だから、忍者体験やりたいんだけど、めちゃくちゃ忍者体験めっちゃやりたい。めっちゃテンション上がった今。忍者体験やりたいんだけど、くのいち？めっちゃやりたい忍者体験。忍者になりたいもん。ちょっと最近体重いけんさ、めっちゃ体軽くして木登りとかしたい。あ、猿やった忍者ちゃうやん、ただの猿やん木登りって。でも木登りとかしてマジ忍者体験やりた。忍者体験で木登りはせんか。あのなんだっけ、手裏剣とかの練習をするってこと。やりたいな、めちゃくちゃ。やりたいやりたい。さっき何時間でメイク飽きちゃったメイク、メイク飽きちゃったよ、助けてくれ。もういい、こんな感じで今日薄メイクでいいんじゃない。たまにはいいじゃん、いつもバチバチに決めてるからいいじゃないの。じゃあこんな感じでいっか。お昼ご飯食べたら配信しますね。もう一回顔出し配信をしてからお掃除しよう。お掃除お掃除。ノーメイクじゃダメさ、それはもうね、それはもうさすがにね怒られちゃうよ。お買い物行くのか今から。いいですね。何か行くとチークタイムめっちゃつけたよ今。本当に次の配信見れるなら見て。マジで今日マジ今メイクゴリゴリ、マジメイクゴリ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 。今ノーズシャドウしてる。ノーズシャドウは大事。鼻が低いから。ちゃんおみは、ちゃんおみは鼻が低いのよ。ねえ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 、あのさみんな、あ、やっぱあと2分しかないけどさ、TVer のさ夜行観覧車っていうさドラマ見てんだけどさ、知ってる？みんな夜行観覧車っていうドラマ見てるの、知ってる人いる？あれさ全然7話出てこないんだけど、7話見たいんだけど一生出てこないの。出たかなもう今日ぐらいには。面白い夜行観覧車っていうドラマが、なんか殺人の話、知らない？見てみて。なんかね、反抗期の娘さんが面白いから。面白くないんだけど大変やなと思いながら、でも殺人系結構面白かった。じゃあみんな知らない？今やってるんだよね。じゃランキング見ました。1位スーさん、いっぱいコメントありがとうございました。第2位リンちゃんありがとうございます。第3位ブリットさんありがとうございます。第4位ナオさんありがとうございます。第5位 662BPM さんありがとうございます。第6位デイスキさんありがとうございます。第7位エレメンチさんありがとうございます。第8位サッタンさんありがとうございます。第9位パルパルさんありがとうございます。第10位ロケットソニックさんありがとうございます。第11位カバちゃんありがとうございます。第12位ローさんありがとうございます。第13位ハルオさんありがとうございました。皆さんありがとうございました。おみちゃんいつ、おみちゃん反抗しないじゃん、反抗しないしない。うん、じゃあご飯食べてまた1時ぐらいからお会いしましょう。バイ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 。